改正民法が今日施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。世界の主流についに日本も乗った形です。最大のポイントは、一人で契約を行えるようになること。携帯電話の購入や賃貸住宅への入居、クレジットカードの発行に保護者の同意が不要になるのです。車など高額な商品を購入するためにローンを組むこともできます。権利が増えて乾杯といきたいところですが、お酒やタバコを楽しめる年齢は20歳以上に据え置き、競馬や競輪などの公営競技で一攫千金を狙えるのも20歳以上のままです。また、女性が結婚できる年齢は16歳以上でしたが、男性と同じ18歳以上に引き上げられました。改正少年法も今日施行され、18歳と19歳は特定少年という扱いに。家庭裁判所が刑事罰が相当と判断した際に検察に送致する逆送について、これまでは16歳以上で犯した殺人罪や傷害致死罪が主な対象でしたが、特定少年については放火罪や強盗罪など対象が拡大。さらに、それらの事件で起訴されると実名報道が認められます。18歳以上ということは、大学の新入生は全員成人ということになります。関西学院大学の入学式では不安の声も。ローンを組むとか、やっぱりお金の関係はちょっと一人で任せるのはまだ不安かなと思いますね。メリットだけじゃなくデメリットっていうんですかね、やっぱりそういうことを学ぶ機会がなければ、無防備に何でも契約できるっていう方向になってしまうと、若者にそういう勉強の機会はいるかなっていう感じはします。その歓楽台のお膝元、西宮市の洋食店では。お二人とも新成人のお客様ですか。はい、そうです。はい、かしこまりました。おめでとうございます。はい。ランチタイムを楽しむ新成人のお客さん。食事が終わった後、スタッフに年齢がわかる身分証を見せると。はい、おめでとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。袋に入っているのは一番人気のハンバーグ。冷凍されていて、お湯で温めればお店と同じ味が楽しめるのです。当店のスタッフの、新成人になる子らから、実感がないとか、そういう会話の中から何かお店で楽しく実感が湧くようなサービスができたらいいなと思って始めました。粋な計らいにピカピカの新成人たちは。ハンバーグもらえてすごい嬉しいし、大人の仲間入りしたんだなっていう実感を改めて気づくような機会でした。西洋系の料理取るんで、ハンバーグが本当に勉強になるんで、勉強させてもらいます。熱々のハンバーグとともに大人になった実感をかみしめてほしい。このサービスは今月13日までです。